はい、こんにちは、僕です。ゼノサーガやっていきましょう。ですね、前回セーブポイントを探していたんですが、あそこね、なんだっけ、メルザだっけ、なんかそんな名前だったっけ、エルザ、メルザ、帰れなくて、なんかドッグコロニーにね、来ることができたので、ちょっとここでセーブをしています。いや、ちょっとまだ帰らないです、ディランダルには。なんだ、行かねえのか。全く用もねえのに話しかけるんじゃねえよ。こっちはろくな仕事がなくてイライラしてんだからな。ここにね、連れてきてくれたんだよね。また修理かい？また、まあ、ゆっくりしていってくれよ。エルザ、メルザ、どっちだったっけな？エルザだったっけ？なんか急に忘れちゃうんだ。あの診療所のルーティーってこそ、あれ、ここなんかあるのかな？ずっと花瓶ばっかりいじっててさ、全くつまんないやつ。ここにまた帰ってきた理由って何かあるのかな？まあ、ここで買い物をする必要は多分ないと思うんだよな。デュランダルの中に、デュランダルに、エングスショップがあったので、まだあっちのラインナップ見てないけど、絶対向こうの方がいいものを扱ってると思うんだ。で、ここにセグメントアドレスありましたよね。あれ、これはまだデコーダー持ってないのか。あれ、ナンバー2のデコーダーってどこにあるんだろう。だから、デコーダーを手に入れたらまたここに来ればいいのかな。それ以外に何か目的ってないよね。あれ、ここにいた子いなくなっちゃいましたね。なんだっけ、ルーティー？あれ、どこに行っちゃったんだろう。あれ、この子がそうだっけ？あれ、ここにいたっけ？こんにちは。これ、プレゼント。育ててくれる？きっと綺麗な花が咲くはずよ。ああ、花の種を渡した。あれ、それどこで手に入れたんだっけ？頑張ってね。コク。何？どうなるの？この子。喋れないんだ、やっぱり。頑張って綺麗な花を咲かせてね。そこにモモがいるのは、先頭に立ってるのがモモだからかな。いや、特に何もないと思うんで、帰りましょうか、デュランダル。よし、エルザ発進だ。さっさと乗り込めよ。エルザでした。そんな、すぐに行ける距離にあるんですかね。あの頃に。帰ってきた。エルザに乗ろうと思ったら、さっきのね、ドッグコロニーに連れて行ってもらえたんですよね。じゃあ引き続きデュランダルの探索をしていきたいな。まあ、デュランダルは、デュランダルじゃないや。デュランダルの探索は終わっているんで、クーロンファウンデーションか。クーロンファウンデーションに行かなきゃ、クーロンじゃねえ、空海だよ。空海ファウンデーションに向かいましょう。グダグダだな。再び空海に帰ってきました。これどこかにセーブポイントないのかな？ちょっとこの辺の人の話もね、聞いていきたいですね。デュランダル行きのランチをご利用の方は搭乗口までどうぞ。彼女も俺もここに来る前までは周りから白い目で見られ、疎まれていた。蔑まれていたか。特殊な能力を持った者に対して脅威を抱くのはわかるけれど、俺たちにはそんなつもりは全くなかったんだ。なんだ、普通の人じゃないの？何か力があるの？ライフリサイクル法は多くの異能者たちを生み出したわ。異能者は周囲と外見やその能力が少し違うというだけで、迫害や差別の対象となったの。普通の人たちは多分恐れたのね。自分たちがやがては支配されてしまうんじゃないかって。迫害されていたんですね。ライフリサイクル法ね。サイボーグになるのがライフリサイクル法だと思ってたんだけど、違うんだよね。こう、なんだろう、記憶を消されてしまう？待って、それってなんかデータベースにないのかな？ライフリサイクル法ありますね。TC4590 年、法案として議会に提出され、翌91年可決。異例のスピードで法として制定された。サイボーグ技術全盛であった当時、枯渇しつつあった人的資源の有効活用という名目で制定された法律であったが、その後、法自体の解釈の範囲が拡大され、人そのもののクローン化や、遺伝子や脳神経系の改変といった、それまでタブーとされていた領域にまで踏み込んでいくようになった。
この背景には関係する諸産業それぞれの思惑が絡んでいたとも思われる。この法律は TC4754 年に撤廃されるまで実に約160年間も続くこととなる。あれ、この法案の内容については全く何も書かれてないんですね。何なんだ、ライフリサイクルの変異体、遺伝子、脳神経といった生体組織を過度に改変、調整されたもの、もしくはその子孫を指す言葉。改変、調整の度合いによっては突出した身体機能や超常的な能力を示すこともあるが、反面精神に変調をきたすケースが多い。アンドリューの場合はある軍部の特殊歩兵養成プログラムの一環として調整遺伝子による人工受精によって誕生を、再度調整を受けて戦場へと送り出された。はあ、人工受精によって誕生した。だからまあやっぱりアンドリューもなんか作られた人間っていう感じだったんですかね。なるほどね。ランチの向こうにあるのがデュランダル。おとぎ話のお城みたいで素敵よね。わしはファンデーションの建設の際、環境中の整備技師として第二ミルチアから出向してきたんじゃ。ファンデーションの建設が終了した後も、そのまま環境中の整備技師として、このファンデーションに残ったんじゃよ。ここはいいところじゃ。みんな人生を謳歌しておる。なんか結構第二ミルチアの人も多いよね。よく出てきますよね。ここはデュランダルとファンデーション間を往復するための専用ランチの離発着ポートです。はい。こんなところか。待って、その辺の建物には入れないのかな？これは？入れないな。なんて書いてあるんだ。空海って書いてあるのか。入れませんね。特に受付とか窓口みたいなものはないのか。よし、じゃあ本格的にね、探索していきたいんですが、まずここかな。エーグスパーツショップに行きたいですね。うん、ここにも人がたくさんいましたよね。お、気をつけてくれよ。ここに並んでるのはエーグス用の武器なんだ。どれも破壊力抜群だからな。この店なんか軽く吹き飛んじまうぜ。ま、生身の人間が扱えるような代物じゃないけどな。なんだこれ。ゲーム機が置いてある。遊んでみますか。デストロイ、なんて書いてあるんだ。デストロイランナーって書いてあるのかな。なんだそれ。デストロイランナーの世界にようこそ。このゲームはあなたの体力や反射神経を全く必要としない単なるクイズゲームです。第1問。ドッグコロニーにあるパーツショップの名前は？え、なんだったっけ？トークトゥーミーじゃない？テイクトゥーミー？トークトゥーミーだった気がするな。合ってる、正解。第2問。空海ロボットアカデミーにいる。え、わかんない。名物博士の名前は？まだ合ってないよ。バンダーカムではないでしょう。スコット君でもないと思う。博士はないと思う。じゃあ、消去法でトムかな。違うの？そんなわけないだろう。何それ？何ビリビリしてるの？え、これ何回でもチャレンジできるのかな？うん。クイズの内容は変わらないですね。じゃあこれ誰だろう？名物博士の名前、何ですかね？スコット君？博士かな？あ、博士っていう名前なの。第3問。クリーニング屋の壁にかけてある左から2番目の服は？え、何それ？わかんねえし。モテそうにないタキシード、濃札ヒョウ柄水着、匂いそうな紫の T シャツ、渋いぜ黒のスーツ。違うよなぁ。なんだろ、この街になんか由来してるのかな。そこのクイズゲームで遊んでみたかい？結構難しい問題が多いんだぜ。俺なんか何度も挑戦してんのに全然クリアできないんだよ。何回もチャレンジするほどの、なんか必要性あるのかな。何か報酬がもらえるのかな。いいよな。どれにしようかな。ベクターの VX シリーズも捨てがたいけど、連邦正式採用の AG タイプもいいよな。ベクター製と連邦製、分かれてるんだ。軍の正式採用だから安心感があるんだよな。あんたはどっちがいいと思う？答えも聞かずに行っちゃうんだ。いらっしゃいませ。X のことなら当店にお任せください。どういったご用件ですか？あ、ここがお店なのか。機体整備からやっていきますか、まず。あ、1体増えてる。
あれか、ジュニアの援軍が増えてるのか。VX1 万用まだ強化したんよね。あ、全然お金あるから大丈夫。いけるいける。AG024 も強化して、なんか機体によって HP がだいぶ違いますね。VX7000 用。うん、上がるよね。うん、これでフレーム強化して、あとジェネレーターだよな。うん、全体的に強くなりますね。うん、みんなじゃあ、強化できましたんで、忘れずにね。忘れがちなんだけど、しっかり回復しておかないとね。いざという時に出てきたら体力がない、HP がないみたいなことがよくあるんで、回復できる時にしっかりね、回復しておきましょう。で、おっと、パイルバンカーだって。これはダブルアクションできないのか、ダブルアクトできないんですね。できるやつはこのダブルアクトって書いてあるんで、両腕にパイルバンカーをつけることはできるのかもしれないけど、ダブルアクトすることはできないのか。パイルバンカー好きなんだよな。あれ、近接の武器がこれしかないな。なんかブレードみたいなものがあったらいいなって思ったんだけど。いや、みんな射撃系のね、武器を両手に持たせてるからさ。要するに近距離武器か遠距離武器かっていう違いはあると思うんですよね。上空って何なんだろうな。上空の敵に攻撃する。連邦軍用シールドビームライフル。どれが強いんだろうな。わかんないな。EA185% とか書いてあるけど、ちょっとよくわかんないんだよな。ちょっとこれ、ビームアームっていうのを2つ買ってみますか。1620円だし。ビームアームって何なんだ？近距離武器なのかな？ちょっと使ってみないとわかんないですね。パイルバンカーでちょっと念のため1つ買っておきますか。何の念のためかわかんないけど。今持ってる武器とね、強さの違いがわかんないんだよな。武器の威力ってどこで確認すればいいんだろう。なんかいろいろ増えたな。すげえたくさんあるけど、回復のリペアキットみたいなのはやっぱり売ってないんですね。補助装甲 B。これとりあえず3個買って動くでしょ。エーテル防御装甲も3つぐらい買っとく。3人分ね。装甲防御ユニット。この辺は状態異常防止系か。AP ダウン。なんかすげえいろいろなことされるんだな、これ多分。パイロット混乱&睡眠防止とかあるしね。え、これってさ、パイロットというか、まあ、キャラクター側で耐性をつけていても、なってしまうのかな、エグスに乗ったら。どうなるんですかね。防御時ステータス以上クリア。それ良くない？ガードリカバー。HP マックスの 10% を回復。それ欲しくない？え、どっちがいいかな？両方欲しいよな。防御時ステータス以上クリア。ちょっとキャンセルしちゃった。防御時 HP マックスの 10% を回復もいいし、回復だよな。回復する機会がなかなかないからさ。ガードして回復できるんであれば、10回回復すれば満タンになるってことだよね。あとは、属性耐性もなんか3つずつぐらい買っときますか。25% 軽減だから結構でかいよね。こんなに散財してしまっていいかな？大丈夫かな？ビーム属性のダメージもあるのか。待って、なんか、めっちゃ買ってない？買ってないか、そんなことないか。うん、こんなところかな。こんなところかな。結構がっつり買い物してしまったな。あ、ビームアームってやっぱり、なんか近接武器なのかな、これは。弾丸がないもんね、やっぱり。弾丸の項目がない。なんか色変えられないかな。浮いてるよな。で、補助装甲も付け替えるでしょ。うん、で、ジュニアが持っている武器も、あれなんだ、ベクター製のハンドガンなんですね。いや、ダブルアクトが強いから、両手同じ武器持たせた方がいいと思うんだ。え、まだエーグスって増えるのかな、これから先。今回3機目が加わりましたけど、どうなんでしょうか。あ、待って、ガードリカバーつけたいよな。忘れてた。
よし、じゃあこれで一通りね、エンクスの強化も完了しましたね。え、ここまだ他にも何かあるのかな？なんかそこの階段の下から怒鳴り声とか笑い声とか聞こえるんだ。なんかエンクスの工場みたいなんだけど。それにしても気味悪いよな。あ、なんか下に続く階段ありましたね、そういえば。後で行こうか。で、さらに下に行ける？ここの設備は一流ですからね。軍の格納庫と比べたって引けは取りませんよ。パーツの種類も豊富ですし、もちろんフル HP、違うな、フレーム HP の回復だってできますよ。下はあれか。エグスがあるのか。あれ、一番右だけちょっと形が違う。見てくれよ、これ。ベクターの VX シリーズの人気モデルだぜ。やっぱいいよな、この曲線美。たまらねえよな。うん、まあ、かっこいいな。確かに曲線美ありますね。なんかね、ゼノサーガのこのギアはね、どちらかというとアーマードコア寄りの、あれですよね、デザインですよね。ゼノギアスの時と比べたら、だいぶデザインセンスが変わりましたよね。博士の巨大ロボ道場第1話。天才科学者現る。その名は、野巻。何が始まったんだ。なんか楽しそうな場所ですね。走ってきたよ、おじいちゃん。なんじゃなんじゃ、ここは貴様のような奴が入ってくる場所ではない。すいません、おじいさんはここで一体何をしているんですか？うおほん、よくぞ聞いてくれよった。ここは泣く子も黙る、ファウンデーションロボットアカデミーじゃ。何それ。この人が博士なの？と、わしも貴様と喋ってる場合じゃ、なーい。なんだこれ。なんだか、X の工場にも似てるけど、ちょっと違うのかな？何してる場所なんだ？ X だと？あんなガキのおもちゃと一緒にするんじゃない。ガキのおもちゃですか？じゃあ、ここでは一体何を作ってるんですか？すっげえ震えようだな。痙攣しすぎでしょ。めめ、さっきからあれこれ質問ばかりじゃな。さてはどこぞのスパイか。スパイ？そんなんじゃありません。ただ少し、機械に興味があったんで、聞いてみただけです。待って、戦闘のキャラ今、モモにしてますけど、これ他のキャラクターだったらまた内容変わるのかな？会話の内容が。機械に興味ね。よし、わかった。教えてやろう。ここでは無敵の巨大ロボットを作っておるんじゃ。巨大ロボット？違うのじゃ。無敵の巨大ロボじゃ。無敵の巨大ロボットですか？信じておらんな。それではとっておきの秘密を教えてやろう。なんだ、聞きたいか？もう知らなくてもいいです。聞いてくれ。この宇宙には、我々人類がなくしてしまった夢や希望が散らばっておるんじゃ。それと同様に、我々が過去に置き忘れちまった巨大ロボットの部品が、ロボパーツじゃないそれ。巨大ロボットの部品が行くあてなく宇宙を放浪しとるんじゃ。わかるか？わからないです。わかれ。で、わしはその夢のかけらたちを拾い集めて、再び巨大ロボをこの世のものにしようとしとるんじゃ。宇宙に散らばった夢のかけらか。なんかロマンチックですね。じゃろう？お主、近頃の若いもんにしては、なかなか見込みがあるの。よし、決めた。今決めた。わしの夢の一部をお前たちに託すぞい。託すって何ですか？わしが長年探し続けている、ほら、ロボットパーツを、お前たちに探してきてもらいたいんじゃ。わしの研究では、そんなにあるの？わしの研究では、ロボットパーツは世界に6種類あることが判明している。あれ、今何個を見つけてるんでしたっけ？二個ぐらいじゃないかな。もちろんタダでとは言わん。探してきてくれた暁にはスペシャルな褒美を用意するぞい。何かな？なんか強引ですね。わかりました。どこかでロボットパーツを見つけたら持ってきてあげます。約束じゃぞ。もっと言い忘れるところじゃった。ロボットパーツは一つでは意味を持たないものもあるんじゃ。もしどこかでロボットパーツを見つけたら、こまめに足を運んでくれると助かるぞい。はあ、こまめに足を運ぶんですね。わかりました。ところでおじいさんの名前は？
名前が博士になった。マジか。博士じゃ。そこで会話が終わるんだ。すげえな。ロボットパーツ渡しますか。男のロマンは何度言っても巨大ロボじゃ。あれ、受け取ってくれない？良いか？ロボットパーツは一つでは、あれ受け取ってくれないぞ。あれ持ってるよね？持ってなかったっけ？ほら、あるじゃん。ロボパーツ、右腕と左腕。ジャンクパーツなのが良くないのかな？ちょっとわかんないな。これ渡せないのかな？受け取ってくれないんだよな。まあいいか。なんだ？なんかピコピコ言ってるぞ。あ、これが巨大ロボなの。なんかもう色のセンスがよ。あ、なんかたくさんあるんだな。スーパーロボット系なんですね。スパロボだったらスーパーロボット枠になるんじゃないんですか。あ、ゼノサーガってスパロボには参戦してないですよね、まだ。どうなんだろう。いや、特に何もないかな。何もないぞ。博士がいるだけなのかな。特にこの辺ね、いじったりすることはできそうにないですね。古ぼけたコンソール。かなり旧式のもので、長い間使われていないようだ。え、なんでここだけ？え、なんでここだけ調べられるんだ？こんなところか。この手前側。あ、まだ下に、あ、下に行けるんだ。いや、でもこれ以上奥行けないですね。いや、もっとじっくり見たいんだけどな。この一番手前のね、この勇者系のロボですよね、これね。いろんな系統のロボットがありました。じゃあロボットパーツ、もう一回入り直してみますか。あれ？あ、やっぱり。博士の巨大ロボ道場第2話。指導。ファウンデーションロボットアカデミーの巻。この人が喋ってんの？ロボットパーツを見つけたから持ってきました。無評、もう探し当てたのか。こいつは予想してたよりずっと早いの。もも頑張りました。あの、約束のスペシャルな褒美って。はて、何のことじゃったかの。へえ、嘘だったんですか。わかりました。このロボットパーツ欲しい人にあげちゃいます。待った待った。ちょっとおふざけしただけなのじゃ。ただの。ただ、何ですか？工場が汚くてお仕事する気にならんのじゃ。お願いがあるんじゃが、工場の掃除を手伝ってくれんかの？お掃除ですか？どこを掃除すればいいんですか？お前さん、コネクションギアを持ってるじゃろ。破砕プラグインで工場の邪魔っ気なものをビャビャビャじゃ。そしたらわしの創作意欲も燃えるんじゃがの。わかりました。でもちゃんと約束は守ってくださいね。うん、当然じゃ。わしは嘘と甘いだけのコーヒーは大嫌いじゃからの。お主が持ってきたロボパーツをスペシャルな褒美に変身させるぞい。え、何かくれるんだ。だってひたすら破壊していきますか。マジ、ゴミ溜めすぎだろ。こんだけあんだよ。この辺も壊せるんだね。これで行けなかった場所にも行けるようになる。ここにもあんのか。あ、こっちから下に降りられるんだ。あ、これも壊せる。博士のベストセレクションその3。商用。整備をすればなんとか動きそうだ。これ読めるんだ。その2。カイザー号。整備をすれば、あ、動くのか？これ多分一番左が鉄人28号でしょう。多分アイアンマンオツ8号。で、マジンガー Z かゲッターか。わかんないけど。で、ガンダムが来て、こっちが勇者王だよね。エレメントデラックス。なるほどね。3分の1って何？え、なんか2分の1とか3分の1とかって書いてあるの何ですかね。わからんな。パーツが増えたら増えるのかな。これで一通り、あ、片付いたか。ありゃりゃ、いるいる。帰らないよ。判定が広いな、出口の。よくぞやってくれたわい。これで開発に集中できるぞい。ところでお主ら、そんなに暇なのか。
迷惑じゃないけど。なんだ？あれはお主たちが持ってきたロボパーツじゃ。あれがロボットパーツなの？ちょっと思ってたのと違うな。それでは行くぞ。ゲットトランスフォーム。何ゲットトランスフォーム。どうなるんだ？すげえな、ここ広いな、随分と。空間が広い。なんか全くの別物になった。どうじゃ、スーパーウェポン、トロネスブレードの完成じゃ。トロネスブレード？トロネ？キャッツをシオンのエーテル技としてセットするのじゃ。戦闘中に呼び出せば。どんな敵だって一網打尽じゃぞい。トロネスブレード？それもらえるの？あんなでかいもの持ち歩けるわけないだろ。あれ、どこ行った博士。いよいよ夢への第一歩じゃ。やるぞ、やるぞい。何が始まったんだ。相変わらずカラーリングのセンスがね、あれだよね。平成のロボットアニメっていう感じですよね。まだ話続くかな。進展ないか。新しいパーツ持ってこなきゃいけないのか。あれ、なくなっちゃったんだけど。必殺の技としてセットするって言ってましたけど、なんか増えてる？いや、増えてないよね。どうやってセットするんだ、さっきのトロネ。もう名前忘れちゃったやん。トロネなんとか。あれ、エーテルだったっけ？あ、エーテルだ。トロネスブレード。巨大なコマが敵を蹴散らす。一応セットしてみますか。トロネ、トロネって、あれだよね。エレメンツのトロネかな。わかんないな。待って、わかった。わかったぞ。エレメンツの合体したギアがありましたよね。系統が似てますね、確かに。これに。だから、なんかエレメンツ由来のものが何か出てくるんですかね、今後。トロネとあと誰がいたっけな？名前が出てこないんだよな。セラフィータとか、ドミニオンとか、何か今後関わりあるんでしょうかね。うん、じゃあここのね、ヘイグスショップはそんな感じでした。ここですげえ時間取られてしまったな。で、ここは多分目的地なんだけど、あれ、こっちはプライベートビーチか。プライベートビーチセーブポイントないし、ここにじゃあ行ってみますか。第26、27市街区画。ここにセーブポイントあればいいんだけどな。街中なんですね。ホテルですか？でしたらすぐそこにありますよ。アワートレジャー。という看板がある建物がそうですから。アワートレジャー。人がまたたくさんいるね。あんたら観光会。ここの市街区にはならず者が多い。そしてそいつらの頭で、キングってのがいるんだが。本人曰く極悪人だそうだ。気をつけた方がいいぜ。キング、この時代にもキングはいるのか。待って、ちょっとパッと見セーブポイントがないかを見てみたい。ないか。あれ、こっち側行くとどうなっちゃうんだ。あれ、まだ先続いてるんだ。ん？これ何？あ、人か。このゾーンを知っとるかな。このゾーンは自称、この街を作った。ガイナン理事のまたいとこの隣に住んでいた同級生の知り合いという、もう全くと言っていいほどこの町の役に立っていない人物の像じゃ。誰の像なの？誰の像？なんか裏通りみたいなところまで来ちゃいましたね。まだ奥行けるのかな。広そうだな、ここ。いや、外に出てきちゃったよ。びっくりだわ。ホテルに行けばセーブポイントぐらいあるかな。ねえねえ、あのマスター、実はガイナン理事のファンクラブの会員らしいのよ。やっぱりそういう趣味があるのかしらね。誰？まったく、この酒場って趣味悪いわよね。マスターの趣味丸出しって感じ。気色悪いわ。アイアンマンって書いてあるね。店名かな。あ、そこのクランクいじるとマスターに怒られるんだから。マスターですっごく強いんだから。あなたなんか一撃で倒されちゃうわよ。このクランク、そう、気になるけど、まだ回さないでおこうか。中入ってみますか、アイアンマン。
めちゃくちゃ人がたくさんいるんだけど。人たくさんいるけど、結構すごい広いお店なんですね。やせ、なんだ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 。アイアン、何これ。何してんのこの人。なんか宝箱があるけど、あれ取れないのかな。アイアン3。アイアン3ってなんだ。ちょっと気になるけど、ちょっと置いとこうか。ちょっとね、時間も時間なので、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。